がどつ、ルシさんはどつ、いらっしゃい、ルシさんいらっしゃい、ハッチさんいらっしゃい、はどつ、声小さい、声聞こえる、どう、マイクのボリュームもうちょい上げた方がいい、まだ上げられるよマイクのボリューム、音 OK、 聞こえる、はいこんばんは、おおマサルさんどうもどうも、マサルさんこんばんは、いらっしゃい、久しぶりですね、わだつごこめさんいらっしゃい、俺がピンマイクつければいいのか、多分聞こえるよね、ノンタンに、多分この方が音聞き取りやすいと思うんだよね、うん、お腹に傷あるのあるよ、お腹に傷あります、うん、体調どうどうだろうな、うん、特に、変わんないな、うん、肌にもったいないぐらいの美人、綺麗ですね彼女、マチルダさんいらっしゃい、いつもお世話になってます、うん、すげえカクつくな、出力下げてみようか、ポタポタ、重いポタポタ、どう、画質かなり下げた、あ、マシュルさんいつもありがとうございます、重い、多分ね、サーバーが今日重いんだと思う。かなり、OK。TMT。多分かなり、画質は悪くなったと思うんだけど、ぬるぬるにはなったと思うよ。出力かなり下げたから。今日、回線重たいんだと思う。戻ってきてるでしょ？あれ？コメント止まったな。多分更新すれば、うん。コメントビタ止まりだね、さっきよりはマシ、うん、かなり解消されたと思うんだよね、ヌルヌルになったと思う、うん、ありがとう教えてくれて、 OK サンキュー、うん、メイクしてて肌重たくない、あ、なんかすごい薄い、なんだろう、ファンデーションなんで、ファンデーションというか BB クリームのもっと薄い感じのやつなので、俺彼女配信するって言ったら応援するよ、うんうん、ちょっと面倒くさがりなんで、はあ、配信はあんまりできなそうです、うん、傷はあちこちにあります、うん、お似合いありがとう、夫婦に見えるってありがとうございます、お似合い夫婦に見えます、ありがとうございます、マチルダも配信やんの、うん、配信するようだったら応援します、あ、リスカの傷じゃなくて手術の傷とかそういうのがあるんですね、夜の営みは週どれぐらいですか、週1ぐらい、週1ぐらいじゃない、うん、週 2ぐらい、しない時もあるもんね、一緒にいてね、うん、全然、あ、応援する、あ、うん
マチルダさん応援ありがとうございます改造手術を自分でする、改造手術、あ、腕の改造手術は自分でしちゃダメっていうことになったんでちょっとやめておきます。腕は痛くないですね。頭痛いな。妖怪を出す。妖怪です。妖精と言ってください。妖怪じゃないよ。すげえもう見ちゃったとか言って、うん、1コメント目が妖怪人間ベラとか言ってあれ笑ったわ。すげえもう見ちゃった、うん、妖怪人間ベラは1コメント目で妖怪人間ベラは失礼すぎるだろあれ笑ったわ、うん、ちょっと似てる感だ、うん、いや、なんかちょっとアイメイクすると、うん、そうそう、目力すごいからね、ベラになっちゃう、ベラになっちゃうんだよ、そう、うん、つばき鬼やっことかさ、うん、あ、フードがベラっぽい、あ、ベラに、うん、フードね、うん、いや、威圧感ね、うん、後ろでじっと見てる、フード取れば、いや、なんか、うん、ほら、髪の毛の色が今、ね、いや、知らないけど、汚いからさ、うん、金梅と妻ちゃんが FC2 でセックスしたらしい、わあれ、妻ちゃん、あれ、うん、あれ、のんたんわらわら、うん、うん、ちょっと今、プリンなんだよね、いいじゃん、別に、うん、全然気になんないよ、うん、そうそう、緑さんに突した人、あ、そう、緑、緑さんに、うん、親子に見えるとかママです、失礼すぎるだろ、うん、エミ整形、何エミ整形って美人だよね、うん、普通にフード取ってた方がいいと思うよ、うん、なんか茶髪がちょっと、うん、あんまり好きじゃなくて、うん、僕もシルバーだったんだもんね、うん、うん、あ、美人ありがとうございます、うん、おばさんにしては可愛い人撮った方がいいと思うよ、本当に撮った方が、あの、つけてる方が変だと思うよ、うん、いいよ、セットしなくて、ストレートの方が可愛いよ、うん、あ、この間、なんで緑屋さんに突しました。なんかさ、マジで付き合ってるのって、逆にマジで付き合ってないパターンって何なの、うん、どういう想像をしてんの、うん、あ、こっちの方が若く見える、うん、そっちの方がいいと思うよ、ちょっと残してみようかな、うん、うん、うん、あ、やっぱみんなハーフハーフっていうね、うん、俺は年上の方が好きですね、熟女です、うん、ワッサン凸面白い、う、好評だったよ、すごい、ワッサン、ワッサンです、あのさ、みどりさんがさ、喋ろうとか言って切れるところ面白かったよね、うん、イエーとか言って、あそこからのワッサンの下りがめちゃめちゃ面白かったよね、ワッサンかとか言って、これからは34って偽ろうだって、うん、いや、メイク薄いよ、うん、なんかすごく毛ばく見えるけど、全然、あの、普段化粧しないのよ、彼女、うん、
薄くしてるんだよ。あのね、顔立ちがはっきりしてるんだよね。うん、嫉妬していたらお箱が気やすかいし。うん、水沢アリー、すごい描かれるね。目めちゃめちゃでかいね。顔いじってる感じだって。いやー、いじってないしね。水沢似てるなって。アップで見たいだって。ミウルはダメで、なんでこっちに行ったのってさ、もうさ、ほっといてくんね、ほんとに。別にミウルと恋愛関係じゃないから。いや、なんか遺伝かな。目鼻立ちはっきりしてんの、なんかお兄ちゃんはもっとブラジル人みたいに、なんか濃い。なんかサッカーのレコバって言われる。レコバ？わかんないんだけど。サッカーのレコバはブラジルじゃない。どこだっけレコバ？スウェーデンとか違う。いや、あのね、どこだっけ、南米系のすげえ、アルゼンチンとかだよね、レコバって。なんかあんまサッカーわかんないから。超かっこいい選手だよ。弾丸シュート系。ウルグアイか。レコバなんすよ。レコバでもデッパだよ。すげえ。デッパなの、お兄ちゃん。いや、お兄ちゃんはデッパじゃない。レコバ懐かしいな、弾丸シュート。もっと、もっと近くで見たいだって。で、寄ればいいんじゃん、そこに。生カフェってなんだろう。生カフェ。生カフェ？あ、ニコ生カフェ？は一緒に行ってない。行ってないよ。行ったのミウルだよ。怪我はもう治った。ベラやないか。また言われてる。猫顔かな。あ、猫顔かもね、確かに。猫っぽいかも。ベラ子。ベロチューはちょっと妖怪じゃありません。妖精と言ってください。みんな妖怪妖怪って、妖精ありがとうございます。闇将軍をもてあそんだのですか。いや、もてあそんだんじゃなくて。いや、もてあそんでたでしょ。完全におもちゃにしてたでしょ。仲良しです。闇将軍さん、仲良しです。完全におもちゃにしてたんで。洋平くんから NG されたんだよね。あ、洋平くんとはもう、NG にされて。でも洋平くんともともと仲良かったんでしょ。仲良しでしたよ。ロハコキャスで死にそうな顔で配信中。何があったんだろう。大丈夫かな。大丈夫かな。あ、東京で闇将軍さんと遊ぶ約束はしたんだけど、なんか来れなくなっちゃって遊べなかったです。そう、陽平さんに嫌われてしまいました。40代にしては可愛い。30代だったらどうなのさ。40代にしては可愛いって、30代でも綺麗なんじゃないのそれは。30代だったらどうなの。なんかやったーとかはないと思ってるんですが、なんかね。あ、だから彼女の嫉妬だろうってそう言ってたよね。生主の中で一番かっこいいと思う配信者って誰なの、顔的に。和道さん。まあまあまあ、俺は置いといて。あ、置いといて。顔的に、顔か。あんまなんか、顔とか見てない。一緒に保護受けるのとか、ほっとけ。保護ってね。生活保護でしょ。あ、ヒカルさんは普通にかっこいいと思いますよ。ヒカルくんイケメンだよ。かっこいいよ。目鼻立ちはっきりしてて。闇将軍とパコることはあったって。え？闇将軍。書いてある？状況によっては闇の初めての人になったって。
箱の方がかっこいいだろ。ロ箱。あ、状況によっては初めてに。いや、あの、そういうのはあんまり、あんまり性欲が強い方じゃないんで。うん。え？カナヘビさんは見た、あんまり見たことが、2、3回ぐらいしか見たことないですね。かっこいいよ、カナヘビ。藤原竜也をかっこよくした感じ。ジャニーズ系みたいにした感じの、細い感じにした感じ。うん、ロハコさんは、かっこいいでしょ。うん、聖者の更新じゃねえんだからやめろ。うん、あうあうあじゃねえわ。大学院出てんだぞ。うん、知的障害、まあ、どっかはなんかあるとは思うけど、まあみんなあると思うかな。でそれをなんかどっかの脳で他の脳で補ってみんなそうやって生活してると思うから、そこはうん、アドのポコチンはどうですかって。あ、なんかジャストサイズだと思います。 11.2 はジャストサイズです。ジャストサイズだと。ファイブさんいらっしゃい。ファイブさんいらっしゃい。和子です。うん、大学はちょっと今まあ行ったこともある、うん、まあ言わない方がいいかな、うん、特定が嫌の。別に言ってもいいんじゃない。別に言ってもいいですけど、うん、大したとこじゃないですよ、うんうん、肩や半分半袖肩やパーカー。いや俺が半袖着ててーパーカー着てるから、あ、これ、うん、この部屋の温度どうなってんだよみたいな。むさびではないです、うん、別に、まあね、今更隠してもしょうがない。まあこの年になって特定とかね別に特に気にしてないですね。うん、手こきオンリー。チェックするよ全然。何者知らないよ。リスナーリスナー。俺高校出てない、中卒給料行こう、うん。でそんなたち悪いのいるの？誰だろう、よくわかんないですね。挿入しても届かなそう。あ、全然届全然届いてます、大丈夫です、奥の方まで。海女になろうと思ったこと、あ、あるあるの、うん、うん、でもなんかあのなんか誰かの本で海女、うん、は苦労するみたいな、うーん、なんかそんな本を読んで。弱小じゃないの。あ、そう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 、うん、多分で やめた、うんうん、あ、子宮なくても特に変わんないです。うーん、和道は嘘つきだから気をつけた方がいいよ。俺嘘つき、嘘つく本当に。嘘はつかない、うん、うん、普通に自然体ですよね普通ね、うん、例えば特定した内容悪用したりするリスナー、あ、特にいないと思いますけどね。まあ、最近はあのなんだろう、そういうネットのね犯罪とかも。いやでも今日すげえありがたいなと思って、そうね、あのリスナーは悪ふざけじゃなくてずっと彼女とできたよって言ったらさ、子供作っちゃえよみたいなことを言ってたのよ。でも俺としてはそのんたんが傷つくの嫌だから、すごいあんまデリケートだから触れないでほしかったの、リスナーさんに。
そう。でも、のんたんが普通に、あ、ないよって言ってくれて、すごい、助かった、俺は。なんか、そう、リスナーさんも悪意やって言ってるわけじゃないじゃん。なんか、子供作っちゃえよ、みたいなノリで。でも、俺も喋りづらいわけじゃん。そう、のんたん傷ついたら嫌だなと思ってさ、後ろで聞いてるから。だから、のんたんが普通に言ってくれて、ちょっと楽になった部分はある、すごい。うん。うん。うん、ノリで言うよね、そう。うん、アスマさんいらっしゃい。のんたんはどうと、なぜ許し、あ、お付き合いしてます、うんうん、あ、若いのに若くない若くないですよ、もう大丈夫ですよ、もうもう会ってもなくても同じような年なんで、うんうん、何それ、闇将軍ホテルに連れ恋風呂に入ってないで今どうと交代するって知らん知らん、何それちょっと面白いじゃん、うん、だ子供はもともとできない体質だ、まあ、子宮筋腫っていうのがあって、もともとできない体質だったんで、もう子供とかはもう全然隠し子どころじゃないですね、うんうんうん、あそこはあの47でお願いします。34じゃないですよ、うん、47です、それ荒れるんでね プロレスラーだからね俺らね、うん、お似合いありがとう、お似合いありがとうございます。でも彼女本当に好きだよ俺、うん、今化粧してるしてる、そう今日はちょっとおめかし、うん、ロハコさんがリスカ配信してる、うん、ロハコさんがリスカ配信してる、嘘でしょ何新たなジャンルを築いてんの、ロハコさんリスカしないでしょ眉毛どうしたんだよあれあれ眉毛がない、ミラーキコ、なんか違う人みたい、僕的にはね、うん、そうそうそう、カロリー、うん、カロリーがねちょっと、うん、バランス良すぎて僕には物足りないから、あのチョコバラが大バラになっちゃってね、うん、うん、うん、ミラーいいですか、ミラー、あ、いいですよ、うん、どうぞどうぞミラーしてください、っていうか、あの、ペア、アベックなのに、いいんですか、そうそう、うん、痩せろ、痩せたんですよ。もう、ずいぶん痩せた。76キロぐらいですね、今、体重ね。うん。なんで、180センチで76キロ。ロハコさん、眉毛どうしたロハコさん、どうしたのこれ。何があったの、どうしたの、ロハコさんに何があったの、アベックアベックって懐かしいよね、うん、ロハコさんすげえな、スキンヘッドで眉毛ないといかついな、すげえな、うん、ロハコさんやばいね、ヤクザだねヤクザの組長でしょこれ、うん、すげえな、組長だね、完全に。ヌマップで剃られたのか、うん、すげえなぁ、うん。なるほどね。うん、僕はすげえわ、ロハコさん。身長も2桁より、うん、ガッツ石松みたい。これでサングラスしてたんだ。すごいね。しなしなのどんぐり、まあ、頭のね形はいいよね、ロハコさん、ロハコさん面白いよね、うん、うん、そろそろ寝よっか、ヌマップ具体的に知らないんだけど、結局何なの、茶番緑さんの茶番
一言で言うとね、うん、カオコ嫉妬中。キャスではゴシャブ事件に触れるとブロックされ、あ、そうなんだ。へえ。でも絶対そこはね、うん。どうした？ハテナマークさん。ハテナさんいらっしゃい。二人は今が一番いい時期だ。幸せだよね。うん。うん、カオコ電話突然しないでしょ。長く続くといいっすね。うん。うん、リセラが酸っぱい匂いする言われておこだった。おお。本当にコンドームマン見せよう、うん、付き合ってどれくらいだろう。1ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらいですかな、うんうんうん、いやカオコ寝てるっしょ今、うん、疲れてるって言ってたから、体調悪いって言ってたから寝てると思うよ、うん、うん、記念日とか気にする？記念日とか忘れちゃう、うん、うん、和道の一番の魅力は何？和道の一番の、まあ、ご飯食べさせてくれるところ水沢アリーってまた言われてるね、うん、それよっぽど似てるんだろうね、うん、これ、ま、牧陽子はすごい分かるって思ったけどね、うん、オフ会したよ今日、オフ会だった、あ、もう嫉妬の2ですよ、うん、うん、だから今日もう2次会行こうって言われた時にみんながざわついて、彼女には電話しろ、彼女に今すぐ電話して、いや大丈夫だよっつっても、いやあの彼女は電話した方がいい、今電話してってじゃないと二次会行けないってみんなにざわついてよ。ざわざわっつって。俺大丈夫だよっつって。ああ、うん、ご飯いつも食べさせてもらってます。うん、作ってもらってる。うんうん、あ、うな、俺だってゲルゲタイプだもん。うん。うんうん、うなはタイプかな、飲んだんのこと。麻婆豆腐じゃない。作ったの何作った？カレーと、カレーとパスタとイカめ、なんだっけ、イカスミか、イカスミパスタとあとおにぎりだよね、おにぎりとか、うんうんうん、香川さん恋愛対象？恋愛対象ではないです。うん、でも俺香川さん似てるってすごい言われるんだけど、似てんの？あ、それはあんまり思ったことはない。うん、別にいいじゃん、おにぎり作って何が悪いんだよ。いや、おにぎりはやっぱ独特に美味しいやつですよ。うまいでしょ、特別に美味しいやつ。うん、ライブチャットでのんちゃんにそっくりで一言いただけるけどね、ライブチャットで、あ、なんかあのエッチなツーショットみたいな。あ、お前あるだろそれ。ない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 、ない、そんなめんどくさいやつやんない、やんない、基本的にめんどくさがりなんで。おやすみ、ありがとうね、みんなおやすみ。うん、コマ撮り姉妹、うん、ちょっと今日化粧が濃いんで、うん、お疲れ様です、また来てください、おやすみなさい。おやすみなさい、うん、まったね、うん、おやすみ、あつあつあつ楽しいセクロスをありがとう、うん、バイバイチャオ。